願の天下統一を果たし、264年もの長きにわたる太平の世へと導いた徳川家康公、そして家康公を支えた徳川四天王をはじめとする家臣たち、激動の現代に6人の戦国武将が家康公のふるさと岡崎によみがえりました。現代のエコ社会にふさわしい神聖甲冑を身にまとい、来て見て一緒に踊る来場者参加型のパフォーマンスがグレート家康公青い武将隊の特徴です。皆様との触れ合いを大切にし、家康公や岡崎の魅力を広く発信しながら、家康公が生涯かけて願った平和を心に掲げ、時空を超えてその望みを伝えていきます。グレート家康公青い武将隊です。どうぞ。Huh!
はい、佐々木原康政でございます。どんな戦つじゃ。酒井忠次じゃ。松本潤じゃ。これ何回やるんですか。何回目ですかね。このギャグも、はい、あと1週間で使えたギャグちゃんとギャグだって自覚はある。ギャグだと思ってるのがいいです。本気で思い始めたら本当にどうしようかと思ってしないわ、ね、どうするわしがしない。でもわしがしないから、そうですな、もう間もなく大河ドラマ終わってしまいますけれども、はい、こんな中での全国武将サミット、うん、この埋め尽くさんばかりのお客人。じゃあ埋め尽くさんばかり、埋め尽くしてますね。まずは、ありがとうござる。ここにお越しの皆様に歓迎のね、お言葉いたしましょうよ。おじゃな、改めてミラノ州全国武将サミット2023へミラノ。なんかもう皆さんも待ってましたって感じいたしますね。あ、わしらこそ待ってたよな。本当そうですよ、うん、で1年待ってましたからね、これをもう全力で盛り上げたいと思うわけでございまするけれども、やはりまあもう話すことはさっきだーく話しましたのでもうね、うん、もうここでさらに喋り出すとまだ喋るみたいな、うん、思われそうなのでなるかな。でせっかくほらこの雛姫もね、こたび入って6名でね演舞しようなんていうわけでございますから、おやはり6人でやれる曲をここで披露をして、このいわゆるトップバッター盛り上げさせていただくのいかがですかね。いいね、うん、結局先陣切ろうじゃないの。先陣切りましょう、ね、ぜひね皆様もね手拍子なんかで盛り上がっていただければと思う。曲いきましょういきましょう、殿早くやりますよ殿いいじゃない、今喋って足元から準備ぐらいさせてよ。行きます、はい、いや分かってる分かってる分かってるよ。いや張り切っとるね、やるよ。酒井殿こっちです。あ、はい、張り切って大丈夫です。じゃあ最後の緊張するって言っとったからみんな温かくなんかそんな気持ち。おいでいいもういいもういいもういい大丈夫ですか。大丈夫ですか。行きますよ。おいやろう。じゃあ数年ぶりにやろう。これまい、数年ここにあるか。振り間違えた方いましたね。まあ誰とは言いません。まあ後で動画が上がるでしょう。まあでもですよ、うん、もうまだまだほら時間ありますから、うん、もう一曲、うん、やはりこの場をさらに盛り上げる曲を、うん、もうここにあるからという曲と同じ年に作ったじゃないですか、うん、やったね、ええ、あれかやっときましょうよ。宴にぴったりの曲ダモンデーション。ダモンデって三河弁なんだけどな、はい、言葉などにダモンデ、ホダモンデっていうあのダモンデになぞらえてね作った曲なんだけども、そうみんな持ってるかい我らのこの布切れ。いや、まあ、これじゃなくてもね、じゃなくても大丈夫です。何者なら拳をねぐるぐるしていただいても構いませんよ。そうだよ、はい、まだ最後にお客さんいるから、あのできる範囲で こんなことやったらぶつかっちゃうから、できる範囲で
忙しい、逆に忙しい、あ、しまいます、ね、あ、膝の上で校長とって手拍子でも全然ええしね、とにかくもう途中でほら、みんなで勝ち抜き上げ上げなんて言ってね、拳掲げるなんてこともできるもんで、はい、ぜひ一緒に盛り上がっていただきたいなと思いますな。そうじゃな、はい、もう早速行っちゃいます、行くかい、行くぞ、行きますよ、うだもんでー、まずは手拍子、パッポン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 、もっともっと、さあ上の方々も前に取るよ、はいはい、えいぞ、うだもんでー、はいはいはい、うだもんでー、はいはいはい、さあ改めて岡崎城、わしの生まれ故郷、そしてお城おうち武将サミット2023をお越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。本日はもう5時過ぎればイルミネーションなんかやったけど、わしのお誕生日祝うために盛大に盛り上がってるから全力で楽しんでくれ。はい、もうなんか楽しいから、もうワクワクするじゃん、もう頭からにして、もうらしい切り出し方どうぞどうぞどうぞ
ちょっと早いですね、はい、早いです、消耗がちょっと配分間違えた。あ、不安だな。不安ですね。でも元気でいいぞ、いいぞ、徳川イエース。ありがとう、この後も楽しんで。まだまだ続くぞ。かけようとしているんですか。台本読みました。ここから絡みトークでございます。緊張緊張。びっくりしました。すぐいなくなろうとするものだから。配分間違えた。いや、素敵な演舞ありがとうございます。皆さん今一度大きな拍手をありがとうございます。すごい。普段からやってる曲なんですか、今披露してくれたのは。いやー、これ久方ぶりですね、トモ。本当に久方ぶりに舞うし、はい、全員でってなるとまたさらに久方ぶりやな。はいはいはい。もう、昨年はこれやってます。全員やった。やってはいました。やってはいました。やってはいたんですけども、ただまあ、ここにお集まりの皆様は非常にこう目新しい、はい、はい、そんな感覚じゃないかなと思いますな。そうだな。初めて見た方もいらっしゃるかもしれないと思います。盛り上がったかな。楽しかった。あー、やったやった。はい、そう、今もしかしたら今の曲聴いて、うん、家でも聴きたいなとか、あ、そういった方もしかしたらいらっしゃるかも。まあ、いないと思うんですけども。いないはないでしょ。少し失礼。ないと思うわ。聞いたんだよ。すいません、もしかしたらいるかもしれないです。もしかしたら、もしかしたら、そういった方いらっしゃったら、はい、どうすればいいんでしょう。家に帰って思い出してください。いや、あるから。ある何もないです。この度ね、多目的広場といいましてな、お城から、すぐ下にござるね、大きい広場、そちらで物販があるんだけども、わしらの物販もございます。そして今回披露した2曲含めました全11曲を収録したわしらのアルバム、なんと1枚3000円にて販売をいたしております。安い。お、はい、安い。あれ安い。聞いてなかったか。あれ聞いてなかったか。あ、じゃあこの後青い武将隊の方も物販ブースの方にご移動されると。あ、もう他の隊の方々もおそらく。ああ、なるほど、ということですのでね、多目的広場の方で各武将隊の物販ブースもございます。うん、この後行かれるのはどなたですか。わしと。わし、はい、あ、お二人。うわしもか。あ、そうそうそう、多分一番大根読んでないです。あちらに、ね、移動されるということですから、皆様よろしければ、多目的広場の方にも足をお運びくださいませ。はいはい、はい、ということで、何ですか。いやいや、その準備が整ったら行こうかなと思いますけど、はい、ということで一度グレートイエスカーアグショー隊の皆様、この後もまた登場する機会ございますので、はい、何度も参ってくるよ。はい、ということで一度ここでご退場いただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いようか迷ったんですけど、なんだ、直政が言った犯人はわしです。おい、振り間違えた人ね。やしろ、わしかと思ったじゃない。ちょっとおい、ウキウキしてたらあれって思いました。おぬしか。ありがとうございました。